松城温泉は長野県長野市松城地区にある温泉。かつては加賀温泉とも呼ばれた。本校では温泉名としての松城温泉に続いて長野県長野市の地名としての松城温泉についてもノベルとしての松城温泉。ロイヤルホテル長野1998年の長野オリンピック開催を控えた1996年にオープン。平日はシティホテル 住宿泊施設は、ロイヤルホテル長野国民宿舎、松城荘の2軒。日帰り入浴施設としては、松城温泉公民館や一洋館があり、前述の宿泊施設でも日帰り入浴が可能。この他にも、ことぶき楽園や、老人遺いの家、海図荘、名おは寮、デイサービスセンター、保健保養センターといった施設が引頭している。最寄りの高速道路インターチェンジは、 上信越自動車道、長野インターチェンジ。松城温泉の日帰り入浴料金をセットにした、長野駅から松城温泉間の路線バス往復ギップも販売されている。古くは鎌倉時代の僧、日蓮商人が入浴したとされ、戦国時代には武将、武田信玄が隠し舎としていたという。明和三年、当地を治めていた松城藩藩主に対し、 地元の村長らが出した願いにより、温泉場が開設。真田だけの内室も入浴したと伝わる。加賀温泉という名称は、文化2年に、当時の加賀村の村人が、松城藩に願い出て、温泉を開設したことによるもの。一旦捨たれるも、文政5年に再び願い出て再高。現在は、一陽館が、加賀温泉の名を用いている。かつては、松城町。 東寺尾や鳥内峠のふもとにも温泉があったが、廃れてしまった。1965年以降、数年間続いた松城群発地震の影響で、町の至るところで湧水が見られ、温泉の湧出量も増加した。このことは、地震の原因が水噴火であるとする説を裏付けるものとされている。松城温泉には源泉がいくつか存在するが、 中でも主力とされるのが松城温泉新参号である。もともとあった参号源泉が松城自身の影響で地盤が悪化したことから掘り直したもの。湧出量は毎分1000リットルで松城層や老人遺いの家、海津層、松城温泉公民館、なお和寮が引頭している。その選出について2008年1月23日の調査結果を以下に記す。 このほか、当地の源泉としては次のものがある。加害温泉1号当地最古の源泉。高い二酸化炭素圧力により、湯の噴出が見られる。加害温泉2号、松城群発地震の影響で噴油、陥没被害の拡大を防ぐため放棄、埋め立てられた。加害温泉3号、松城温泉新3号から北へ240メートル、天飾り山の裾野に位置する。泉質は同じ。 一陽館が引沸。松城温泉市に一号、九一号泉室は一洋館のものに似る。新一号はフッ素イオンやメタホー酸に富み、九一号はカルシウムや有利炭酸に富む。ことぶき楽園が長野市開発公社から借用する形で新一号源泉から引沸している。松城温泉二号九、松城町による温泉開発で掘削されたものの、 川に放流されているのみである。松城温泉観測位、松城層の敷地内にあり、保健保養センターが引導している。1969年から1970年にかけて、松城群発地震の震源付近の岩石の様相を調査すべく、1934メートルの深さまでボーリングしたもの。この時採取された岩石は、互いに擦れ合って、鏡のようになっていた。 この時の調査で、深さ200ないし400メートルの範囲及び深さ1320メートル付近から温泉の湧出を確認。さらに、アメリカ合衆国において深い土に排水を注入したことで地震が発生した事例があったことから、その検証として、高圧の水を注入する実験も行われたが、明確な結果は得られなかった。松城温泉小玉の湯泉温摂取28度、中性。 大館長にあった公衆浴場が引導していた。最後に、どの源泉かは明記されていないものの、1990年発行の角川日本地名大辞典に当時の泉質データが記載されていたので、以下に記す。松城温泉は長野県長野市の地名、天飾山の最録に位置する住宅団地である。鉄道路線長野電鉄、八代線が廃止となった現在、 近隣に鉄道路線、駅はない。道路地区内の道路は格子状に張り巡らされている。国道や県道はない。地区の西を上、新越自動車道が通っており、長野インターチェンジが最寄りの高速道路インターチェンジである。路線バス地区内を走るバス路線はなく、南の松城柳町、西の東寺尾が最寄りのバス停となる。なお、 松城温泉バス停は地区から少し離れた国民宿舎松城荘正門に置かれている。ありがとうございます。